館内着になっちゃった。こんな感じ。仕出し用ボードゲームコーナーがありました。すごい、いろんなの貸してくれるよ。すごい。ちょっとね、トロちゃんはこれを借りたいと思います。ジェンガ、バーバでもできるやつ。すっごい綺麗。トロちゃんここには来れないので、ママが来てます。はい。それでね、こちらのミラージュ伊豆高原はワンちゃん連れの方はここにね、車をジャーンと止めて、こんな感じで今ここ現在地フロントまで、人間さんだけがねチェックインすることになります。それでチェックインしたら、また車でぐるっと上に上がって、こちらワンちゃん部屋の方に行きたいと思います。このねウィング A の方に行きたいと思います。トロちゃんワクワク。それからそれからトルテチャンネル。トルちゃん、じゃあ入っていきます。すごいね、荷物多すぎてトルちゃん乗るとこない。わすごい格好してる。トルちゃんおむつ上から巻いてな。なあトル、行こう。はい、行こう。エレベーター乗ろう。はい、行こう。こんな感じでトルちゃん今日3階にお泊まりします。行きましょう。わー、どこやろう。すごい、こんな感じ、こんな感じ。今日の日は303コースです。行きます。段差がありますね。めっちゃ入ってきたね。うわーすごい。じゃーん、見てすごい、前のお部屋と全然違うよ。めっちゃなんかここに階段がちょっとあって、はい、リビングが広がっています。すごい。でここもなんかワンちゃん用のスロープがあって登って、ここ絶対明日の朝バーン、めっちゃ綺麗だろうね。すごい、サンルームもあるよ。すごい、テンション上がっちゃう。ここもね食卓があって一緒にご飯食べれます。はい、すごいでしょ。こんな感じでキッチン、はい、これ電子レンジと冷蔵庫、じゃーん。もういっぱいうちの飲み物が入ってる。すごい買い込んだね。ここに今日のお夕食がね、はい、置いてくださっています。はい、部屋食ですよ。トロちゃんと一緒に食べれます。そしてはい、こんな感じでゴミ箱と食器棚あってですね、ここ、ここ、もう用意されてるんだけど、今日はすき焼き。トロちゃんお肉食べれるよ。そわそわしてる。そして今日ね、ご飯も頼んだので、炊飯器にもうお米セットしてくださってて、こんな感じで自分でスイッチを押して炊いてくださいということなので、今から炊きたいと思います。それからそれから、トルテチャンネル。はい、リビングにはこんな感じで、タラタタタタ、ワンちゃんのケージがあります。はい、ワンちゃん。前すごい檻みたいだったのに、今回檻じゃなかったの。ふーちゃんのお水とご飯入れはこんな感じ。
で揃っています。アメニティグッズもこちらね、おしっこシートとか、はい、塗装した時の掃除道具、あとこれもコロコロとかね、こういうウェットティッシュとかもあります。一通り揃ってますね。あとね、入り口から入って左がリビングだったんですけど、右手行ってみたいとか、こんな感じ。お部屋がありました。トムちゃんすごい、ここ寝室ですね。ワンちゃんもね、ちょっとね、ベッドには乗れないので、はい、こんな感じで行きますよ。はい、こっちにもお部屋があります。すごーい。こっちがママとパパかな。こんな感じで、2つに分かれてますね、寝室。はい、そしてここが、はい、洗面所。すごいね、こんな感じで。じゃーん、やばー、すごいセレブな気持ちです。フロントから見える。こちらにトイレがあります。じゃーん、こんな感じ。はい、ということで足場にね、ルームツアーしたんですけど、めっちゃ広いね。前の時と全然違うくない？まあ、こういう、ここがめっちゃ変わってなくなったよね。わー、みたいな感じ。すごい。ね、見て、ここにね、いろいろ書いてたんだけど、ワンちゃんアロハ借りれるんだって。フロントにて貸し出し中だって。トムちゃん借りれたら借りよっか。ねえ、ワンちゃんアロハ着たいわ。チャンネル登録。トムちゃん、やった。じいじ裸。じいとパパ、お風呂から出てきました。ママとバーバはここのお風呂に入りました。ジャグジー、トルちゃんはアロハの館内着に着替えました。めちゃくちゃ大きい XL しかなかったから、はい、こんな感じでおむつの中に入れてます。後ろね、ねえ、かわいい、似合ってるじゃんか。やったね。ジージお風呂気持ちよかった？最高です。ママたちもあそこのジャグジーめっちゃ気持ちよかったよ。やったー。はーい、お食事タイムです。お部屋食なのでゆっくり食べれるね、ジージーと一緒に。ということで今日はこれ、野菜だけじゃないんですよ。いきますよ、オープンしますよ。せーの、父ちゃん、じゃーん。はい、今日はね、このお肉ですき焼きをしたいと思います。トムちゃんもね、ちょっと先にお肉焼いてあげて、はい、食べれるよ。よかったね。そしてじゃーん、こちらすき焼きコースとは別にお刺身の盛り合わせを頼みました。こちら、これね、大門旗ってやつと、ムツブリ、はい、ベニ、ホウボウ、本マグロでーす。はい、めちゃくちゃ美味しそうじゃない？こういうのも頼むことができるので、はい、ね、地元のお魚食べたい方はぜひ頼んでみてください。はい、今日のジージーのお酒はこちら、静岡のお酒だそうです。途中でね、買ってきました。はい、じゃあみんなで乾杯しよう。はい、こちらもせーの、乾杯。すき焼き作ってもらいます。トルちゃんのお肉をまず焼いてあげたので、こんな感じで、はい、まずラードを引いてから、お肉を8割方焼くそうですよ。そこから割り下を入れて、このお野菜を入れるっていう感じですね。じゃあ割り下を入れます。それから、それから、トルテチャンネル。はい、今日はですね、ファムファムさんのこのボーンブロスと阿波踊りのソーセージ
ージをトロちゃんに焼いてあげました。このワンちゃん用のソーセージですね。こういうのね、冷凍で持ってきてて解凍して焼いてあげると、はい、トロちゃんもね嬉しいですよね。というのと、あとこれね、今日のね、このすき焼きのお肉もちょっと焼いてあげましたよ。じゃあトロちゃん食べますか。はい、どうぞ。パク、うわ、おいしい。うまい、うまい、うまいね。はい、どうぞ。パク、うまい。なくなっちゃうよ。よし、パク、お疲れ様でした。ということで、残りはロックフードに混ぜてあげたいと思います。はい、そしたらこのね、お刺身めっちゃ美味しそう。これなんだろう、この子、わー、モンモンハタ食べたいと思います。コリコリで美味しい。この盛り合わせ頼むのめっちゃいいかも。前頼まなかったんですけど、今回初めて頼んだんですけど、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しそう。すき焼きできました。卵を溶いて、よー、いただきます。あ、やばい、だいぶ美味しそう。いただきます。チャンネル登録。はい、見てください。こんな感じでご飯食べた後、トロちゃんとまったりしてます。トロ眠眠やな、そろそろ。ねえ、今日もお疲れ様でした。うん、おやすみ。じゃあね、一緒のベッドでは寝れないので、トロちゃんおやすみなさーい。おはようございます。トロ、おはよう。よく寝れましたか。みーさん、おはようございます。なんとですね、うちにはヤドカリのみーさんがいるので、お家を開けるので連れてきてます。一緒にポップコーン食べてくださいね。ということで、ママたちもちょっとね、朝からね、朝ごはんの準備したいと思います。はい、こちらにコーヒーの準備がされてますので、コーヒー入れたいと思います。こんな感じ。ここ来たかったんですよ、サンルーム。じゃあオープンしますよ。いやー、めっちゃいい気持ちです。わー。で、ここに椅子があるので、こんな感じで、わー、こんにちは。眺めれますね。伊豆大島が望めますよ。いいですね。それからそれから、トルテチャンネル。はい、トルちゃん、準備万端でございますね。今からちょっとね、朝ドッグランにちょっと立ち寄りましょうか。で、エレベーターから大室山見えてる。わー、すごい。2年前に行った大室山が見えております。ホテルの駐車場のところからこんな感じでゆっくり坂を降りてね、はい、ホテルの入り口の方にドッグランがあるので行きます。ドッグラン入り口があります。どうぞ、飛んじゃいけ。楽しい。あ、バーバーおった。バーバー、誰か今から誰のところに走ってくるか競争やりたいと思います。1コースジージ、2コースバーバー、3コースママ、こんな感じで並びたいと思います。タルちゃん、いいよ。あら、どこ行ったん、トロちゃん。影に行きました。じゃあ見て、こちらヴィラージュ伊豆高原の入り口になります。はい、夜で見えなかったんだけど、こんな感じです、展望は。すごい。チャンネル登録。トロちゃん、お出かけから帰ってきました。はい、ホテル戻ってきたね。
はい、こんな感じで。お父ちゃんお疲れ様やったね。じじとテレビ見ながらそこにおってね。はい、行ってくるわ。はい、行くの。子供行きたくなるね。はい、ママとパパとバーバーは今から大浴場お風呂に行ってきます。じじとお留守番だよ。父ちゃん1階の大浴場行ってみます。来ました、ビール1階。こちらにはね、コーヒーサービスがありました。こんな感じです。アイスコーヒーと普通のコーヒー選べます。ここにアイスコーヒー用の氷があって、こんな感じで自分で入れてあそこのラウンジで飲みます。悪いんですけど、みんなでアイスコーヒー飲みながらゆっくりしてます。ここはラウンジです。はい、こんな感じで、はい、夕方から温泉大浴場に入りたいと思います。わお、すごいね、ゆっくり入れそうだね。ただいま、イエーイ、気持ちよかったよ、ほら。ただいま、あれじゃん、あー、パパも先に帰ってた。いいぞ、ひろた、はーい、夕方、夜になってご飯の時間になりました。2日目の夜のディナーは、トルちゃん、行くよ。じゃーん、また野菜だけじゃなくて、今日は湯葉もついてますね。わお、わかりますか。ということは、せーの、じゃーん、トール食べたい。はーい、牛しゃぶでございます。イエーイ。はい、ヴィラージュ伊豆高原では牛しゃぶとすき焼きと豚しゃぶ、そして海鮮鍋を選ぶことができます。それでお部屋で食べることができますよ、ワンちゃんと一緒に。ということで、ママたちは今日牛しゃぶを選びました。ごまだれで食べたいと思います。ポン酢とごまだれ両方用意してくださってましたよ。くんくんくん、トルチアいただきます。おお、最高。野菜と巻いて食べたらめっちゃ美味しい。わお、トルちゃんもしゃぶしゃぶのお肉やったよ。はい、よし、パック、うまいね。あー、うまいね。はい、トルちゃん、パック、うまいね。トルもしゃぶしゃぶ食べれました。みんなでゆっくりしゃぶしゃぶしたいと思います。それからそれから、トルテチャンネル。はい、トルちゃんお散歩から帰ってきたので、ではではでは、お楽しみのジェンガーやりたいと思います。そしてじゃーん、これ伊豆高原プリンも食べたいと思います。落とした人の前の人が1位ということにしますね。その人からこれを決めていきたいと思います。好きな味を決めていきたいと思います。はい、ジジからいきたいと思います。ジジジジ、こんな感じ。ワク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 、大丈夫ジジ。うん、あ、ちょっとそんな上からちょっと動いてるよ。落ちたら終わりですよ。ジジ下手くそじゃないの。あ、1個取った。1しか使ったらいかんからね。あ、ここ余裕。やったー。はい、バーバー。バーバーやり方分かってないから。おー、すごい。あー、あー、こっち、そっちから見えてないけど動いてます。わお、あー、いいよ、押さえていいねって。押さえて、片手しか使ってダメだよ。はい、次パパ。片手しか使ってダメだよ。はい、はい、はい、どうだ。次、ジジ。あ、余裕や。うわ、ジジ余裕。私が行くところ取られた。これやろ、多分。これ、いけんねんけど。うわ、うわ、ダメかも。ちょっと待って。
結構な比重がかかってるかもしれない。いやー取れたー、すごい。これは私が倒すバージョン。すごい、もう私がここを最後 取れたらもう多分取るとこがない。が豪華取って飛ばすしかない。あ、私取れる、イエーイ。今食べた。いけるわけないやん。あー、びっくり。はい、ママが優勝したので、バーバが一番好きだった伊豆高原プリンをママが1位に選んで食べたいと思います。はい、結果ジジー焦がしなんちゃら、麦焦がし、ママはフランボワーズ、バーバはイチゴレアチーズ、パパはクリームソーダ。めっちゃ綺麗でしょこれ。すごいね、綺麗。雲がここにかかってるみたいな青空です。じゃあ食べたいと思います。美味しい？みんな食べてる？あー、見てよ、こんな美味しそう。いただきます。うん、うまい。すごい美味しい。やっぱ伊豆高原プリン私一番好きかも。トルちゃん歯磨きガムです。うまうま食べてます。じゃ歯磨きして寝ようね、トルちゃん。お疲れ様でした。また明日も楽しもうね。トルちゃんおはようございます。伊豆での3日目の朝を迎えております。おはよう。トル、裸やん。今からお洋服着て、今日は朝からモーニングへ出発だ。はい、今日もとても楽しかったね、トルちゃん。はい、こちらヴィラージュ伊豆高原のホテル、2泊3日お世話になりました。今日は2回目の滞在だったんだけど、とってもやっぱりいいホテルでしたね。前回泊まったお部屋ともちょっと違ったので、やっぱね、いろんなタイプのお部屋があるのかなと思います。父ちゃんもお気に入りのお部屋でしたね。はい、こちらはですね、なんとインターペット東京とか代々木ワンワンカーニバルとかで、あの犬も芝公園さんがこちらのチケットも販売されていました。今回それを買ってこちらに来ましたよ。はい、もしよかったらその辺の動画も見てみてください。はい、ということで今日も一日また楽しんで大阪に帰りたいと思いますので、それはまた違う動画でお会いしましょう。はい、ということで今日の動画が参考になったよ、楽しかったよという方は、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。